だいぶお店ね広くなりました。一日。はい、5月1日です。今日はね MF ゴースト見てます。はい、ここでまたご報告があります。またまたかっこいいパナソニック CX かっこディスクブレーキモデル完成したんで、今回その動画を撮っていきます。やっとできました。ちょっと店狭いんで広角で撮ります。で現在サーリー、パナソニック、バーディー3車種、3モデルがペイント無料大作戦といって5月20日までペイント無料でやってますので、詳細気になる方はご連絡ください。もう何でもいいです。もう LINE でもいいし、もうコメントでも何でもいい。やっと完成しました。5月の5日、大人の日に、まあ、しまなみ街道行きます。その時に前日に納車になる方です。2ヶ月ぐらい前に中古車で入ってきたディスクシクロを買っていただいて、よくよく見るとね、なんかねこうサビっぽいものが浮いてたりとかしたので、今回はまあちょっとフレームだけリペイントして新品になってます。ピカピカです。それでいろいろホイールも組み替えて、あとフロントシングルだったものをフロントダブルにして、なんかいろいろやったんで、そのいろいろやったカスタムを紹介しています。あとハンドルが、お客さんの希望で380がいいということだったんで、いろいろ探して、なんかねイーストンがなかったんですよ。申し訳ないです。日東のちょっといいやつにしましたので。あとレバーをね、フロントシングルのレバーからフロントダブルの油圧のレバーにレバーだけ交換してます。あと注目するのがこのリムですね。はい、グロータックのリムを使ってます。でハブがベロシティ、はい、ベロータックです。これねちょっとやりたいんですけどね、なかなかちょっとこれはいいホイールです。これはタイヤ、これですよ、プロワン、最高ですよ。ハイグリップ、あの岡山国際サーキットで開催された岡山エンデューロ、レース雨だったんですけど、もうこのタイヤでもね、僕 の、 あの体力がなくてスペース遅い中でも、あの安心してノーブレーキでコーナーを曲がっていきましたんで、そういう場面でもし使用するのが多い人はこのタイヤおすすめです。1本ね1万4000円ぐらいします。タイヤはね、足回りはね、やっぱりいいものを使った方がいいですね。で、この辺はそのままかな。なんかチタンのボルトを使ったりとか、サドルもそのままですね。その中古で買ってもらった時と同じやつか。シートポストもトムソンでしょ。で、クランクが、アルテグラどうですかって言ったんですけど、105いいです。いいですということで、105の。あとね、チェーンとスプロケット、とリアメーカーはアルテグラにしてます。でまだねケーブルの初期伸びを出したいから、アウターローで今ね初期伸びを出してます。これやっとけば5月5日、ライド中に多分ケーブル初期伸びを起きないと思います。でもしねあのサイクリング中に初期伸びを起きた場合ね、ここで調整できますかね、あの走りながらできます、上級者になれば。あとは言い忘れたけど、タイヤはクリンチャーになってます。このリムもチューブラーとクリンチャー両方対応になってて、なんとねフックレスじゃないのである程度タイヤ選べますと。このホイールねめっちゃ太いんですよ、これがリム幅がね。で28ホールのホール数だから、ハブもシマノ、ホワイトインダストリーズ、クリスキング、ベロシティ、まあ選べます。インダストリー9とか選べますと。あとはこの辺をね、ちょっとこういうのがちょっとチタン部品使ってたんで、多分純正に戻したかった、なんか純正ネジが足りなかったんで、ひとまずこれでやってます。色が派手だったんで、インナーケーブルのキャップも青にしてます。気になる音ですよ、ベロータックの。この音なんか聞いたことありますよね。そうです、ホワイトインダストリーとほとんど一緒です。
若干ですけど、ディスクとディスクローダーが新品なんで、ちょっとねシャカシャカ鳴るんですけど、これはサイクリング中に治ると思います。これは2回錯覚だったら治ります。いやー、できましたね、リペイントね。で、今回のリペイントの金額はちょっと言えませんけど、お店では、レーシングカラーのみリペイントやってます。で、以前何かのコメントでね、カーボンフォークできないじゃんっていうのもなんかね、コメントあったんですけど、一応聞くとね、レーシングカラーのカーボンフォークモデルは次レーシングカラーに塗ることができますと言ってました。ややこしい。そういうのね、もうあんまね、パーセンクサイクルテックさんがあんま書いてないからね、質問とか問い合わせをの回数を防ぐため、なんかどっかしら分かりやすく書いた方がいいかもしれない。で、フレームあたり、なんだっけ、今ちょっと岡本豆腐店さんからメッセージ来た。1本のフレームあたり2回までリペイントができるそうです。理由は知りません。多分3回、4回になると本数のが多くなって手間かかるから、まあ、多分2本までって決めたんだと思います。理由はないと思う。忙しくなるから2本だけだと思います。いやー、嬉しいですね。これがね、多分ペダル確か持ち込みだったかな。これが一緒にしまなみ海道を走るわけですね。嬉しいですね。いや、嬉しい。まあ、それでまあ補足ですけど、このパナソニック CX のディスクブレーキモデルと、まあ、ここにあるリムブレーキモデル、何が違うかっていうと、まあ、BB ドロップとチェーンステーの長さがね、 BB ドロップ6センチでチェーンステーが430でほとんど一緒で、まあ、ここは違うわけです。今日ね、あの関東の方から電話があって、今いろいろまあ、ああでもないこうでも、まあ、世間話しましたけど、やっぱね、黒森フォークの方がこれがね、こういう風にしなってくれ、乗り心地がいいです。で、カーボンフォークの場合はやっぱこうカーボンだから乗り心地が、まあ、ちょっとこう硬いっていうか突き上げが増えてきます。じゃあどっちがいいのって言われたら、まあ、どっちもいいんですけど、まあ、例えばホイールをまあオールブラックにしたいとか、まあ、そういうんだったら、まあ、ディスクの方がいいのかなと。でもリムブレーキでも一応オールブラックできるんだけど、そうなると、まあ、カーボンホイールとか、あとカンパニョーラシャマルミレとか、キシリウムプロとか、あのエグザリットとか、あのブレーキがねキーってなったりとかシューってなったりとか、あの止まりにくいので、まあ、見た目重視だったら僕いいと思うんですけど、もし本当に性能重視でホイールをブラックにするんだったら、僕はディスクブレーキモデルがいいと思います。僕はね、どれで走ろうかちょっと悩んでるんですけどね。これちょっとチラ見せね、これフラットバンね、これまだこれチラ見せ、これ、まあ、こいつかな、やっぱ CX を、まあ、今回まあリンちゃんがね、風邪ひかなければリンちゃんもバーレーで引っ張るんだけど、これをあえてフラットバーに変えて走っても面白いかなと、今そういう準備もしてます。パーツも集めて、だから明日飛島街道、5月2日飛島街道行くから、この時にこれを乗ってみて、もしフラットが良かったらフラットにこれ組み替えようかな。まあ30分ぐらいはできると思うんで。で、なぜ明日これで行かずにこれで行くかっていうと、今ね、広島結構雨降ってるんですよ。これ路面がね、ウェットコンディションですよ。まあ MotoGP とか WSBK とかでいうと、まあオランダアッセみたいな気候なので、やっぱあのリンちゃんのね、バーレー引くときにね、水がリンちゃんに全部かかるから、フェンダーをつけないんですよ。で、フェンダーつけるとなるとリムブレーキがつけれないから、ディスクブレーキのやつに、あのどっかにこの辺に転がってるあの SKS のフェンダーをつけないと、リンちゃんが水まみれになって目が痛いって言うから、明日もこれかな。かっこいいっしょ、これ。ちょっと本気出すために、やっぱり軽量化重視のために、あのトムソンのね、カーボンハンドル使って、ポール、あとブレーキは、まあちょっと中古であった、これ。後ろはね、今日多分ね、ブレーキのアダプターが来ると思う、まあそれつけて動画撮ろうかなと思います。まあ、サドル、まあ、ひとまずこれつけてますけど、さっきね、撮ったやつが、どっかに、
あった。まあ、これつけようかな。S&P。なんか後ろ錆びてるこれ。なんかねこれ僕、まあ、僕が一押しというかなんか僕のお尻にジャストドゥフィットしてるんで、まあ、まあこれかなとか。まあ朝そんな距離走らないから、まあこれで行ってみるかな。いやでもだからこれは当店では取り扱ってないから、これで行くか明日は。これ行くか。というも、まあいろいろねやってるわけですよ。でまあゴールデンウィーク突入しますけど、突入しちゃいましたけど、今のところで終わってない作業的なものがね4つあります。まずこの、前輪タイヤ交換。まあでもこれいつでもいいって言うからちょっと明けにしようかな。ロードバイク2台のね消耗費効果がちょっとねこれはできないんで5月6日以降にやりますと。あと空手モンキーは今日組み立てしたので今から鳥取までね僕が持っていかずに佐賀警備さんが持ってってくれますと。あとオールシティのゴリラモンスようやくこの方から連絡があって今日 BB 来なかった。本当は今日来て送りたかったんですけど、タイミングがねビビアンスーがあれだったんであれですけど、はい、ということでパナソニック CX ディスクブレーキモデルのレーシングカラーねあのオーダー再開してますので、ただねあのフォークがねないんですよ。だからワンバイ S にするか、ウイスキーのフォークにするか、まあその辺もなんかもしペイントとかやる場合は同じ色でできますんで、あのブルーにしてパナソニックロゴでできるので、その辺もぜひぜひ当店でパナソニック買ってください。以上パナソニック CX ディスクブレーキモデルができましたという動画になります。はい、もし購入希望の方、リペイントの方、じゃんじゃん相談連絡お待ちしてます。終わります。TRP ね、この引きが重いブレーキ、引きが重いブレーキ。筋トレなら筋トレに行くね。